じゃあ、ポンちゃんは朝から暴れてました。それよりも、ジャン君はもっと甘えていましたよ。ジャン君。ジャン君は、クロケンパパの脇の下のところに入って寝ておりました。これは昔、グー君っていうお兄ちゃんがやっていた所業でございます。とうとうグーが入ってきたか。そして、ポンちゃんはマオイママさんの布団の背中の上に乗ってですね、マオイママさんね、うつ伏せで寝るんですよ、いつも。だからね、朝起きるとき体が痛いそうですが、仰向けで寝られないんだって。で、背中の上にずっと乗っておりました。重かったです。足元よりずっと体重かかると思うよ。うん、重かったです。ポンちゃん。はい、今日もお天気です。背中に海賊乗ってるよ。面白いことになってるよ、ジェン君。はい、で。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。ムツゴロウ。ムツゴロウさんの、よいしょ、よいしょ、よいしょ。よいしょ、よいしょ。よいしょ、よいしょ、よいしょ。はい、どうぞ。あれ？はい。はい、はい。はい、はい、あれ？さっきちょっと遊んだんですけどね。ブラシを飲みますな。はい、ジャン君。はい。あれ、こっちじゃないか。こっち毛がついてるし。こっちの方がいいの。はいはいで。どっちも毛がついとる。はい、じゃあ取ってからね。はい。はい。あれ、こっちが新しいの？どっちが新しいの？こっちの方が新しそうだよ。どっちかっていうの、うんうん、広がってる。うん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 、はいはいで、こっちか。ジャン君、ポンちゃん、仲良しさ、カーリングの女子がスイスに負けたけど、お構いなしだね、うん、残念でしたが、今日中には予選通過するかどうかが分かるんだね、他のチームの状態でね、うんうん、ジャン君とポンちゃんは仲良くしてればいいんだよね、うん、さあ、ジャン君、ポンちゃん、こちらにお入りになりませんか、まださっきちょっとジャン君入ってた、あ、そう、うん、でもそこまたちょっとしたら出ちゃった。この段ボールはぐるぐるっと巻いてあるだけなので、少しこのエッジを立てたりできるようになっています、うん、少しね、深い感じの方がいいんじゃないかなって思ったのね、うん、お待ちしてます。ジャン君
ンちゃんは面白いんだね。ワンちゃん。毛づくろい中でした。ワンちゃんの足の肉球が可愛いです。もう写真では見えないけどね。黒に黒だからね。そうなの？私の肉球見えないの？